長靴を履いて海を歩くリンクくん。神殿で手に入れた笛で不審者滅却。険しい道のりを歩き、新しい町を見つけた。そろそろプロ級リンクくん。はい、どうも。ちょっと待って、何だ、え、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。はい、どうも、ピーチピッチのテクタンです。リンクの冒険パート12始めていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょ、急にさ、ダメージ食らったんやけどな。ね、あの後ちょっと録画を切らなければいけない状況になりまして、録画をまあ切ったわけですよ。で、ここまでまあなんとか戻ってきて、今この状態ないけど、今ちょっと待って、ちょっと待って、何なんかおる？え、なんかおる？ちょっと待って、ちょ、一回シールドでなんとかなる。え、なんかおるん？どうなん？カスト変だな。全く人の気配がない。ちょ待って、これ読んどる間もさ、ダメージあ食らってはないか。ちょっと待って、入れる。何、え、なんかはある。あ、マジシャンがおる家的な感じ。おるやん。この町は廃墟。ああ、そうなん？町の人は洞窟の東の森に隠れ住んでいる。洞窟の東の森。とりあえず東に行かなあかんのか。ちょ、待って。え、人、おらへんの？これもう、出た方がいい？もしかして、ちょっと待って。めっちゃ死ぬんやん、こんなん。ええー。敵おるんかな？え、なんかある？なんもない。え、ちょっと待って待って。ライフ。え、なんかおるん？おるんやったらおるで、攻撃できればいいんやけど、ちょっと待って。一定のダメージ食らう感じ？ちょ、入ろう。家の中やったら特になんか食らうことはなさそうやから。窓。あれ？壁ない。ないだけか。特になんもなかった。なるほど。廃墟、確かにま、崩れてる感はあるけど、廃墟やからってダメージ別に食らう必要なくない？あー、回復できひん。え、無理なん。足りへんのや、これ。なんかない？壁やな、なんもないな。え、こんなんまた死んでまう。ちょ、待って。ほらほら死んでま、ちょっと！ゲームオーバーなるよ、まさかの街で。ここまで来るのも大変なんやで、ちょっと。あ、ここの家さっき来たつおこちゃん。あれ違う？あれわからへん。ああ。よし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 、次のフロア。ここは？はい。特に、全体的に特になんかある感じではないか。もうどうせなんかいろいろ調べなあかんのやったら、この町狭くあってくれ。洞窟の東のところにみんなおる。お、え、もう、あ、なんかおるやん。あ、おるんや。おるんはおるんや。あ、なるほどね。で、いや、もうなんかやばいんやけど、カメレオンとか相手している場合じゃないんだが、とりあえずその洞窟のところがあるのであれば行きたいんやけど、どの辺になるんやろう。とりあえず道らしき、この辺？この辺とかどう？いやー、ちょっと青いのは嫌です。あれ、なんだ、サソリか。なんかこの辺とか洞窟、
いや怖っ。なんかさ、でもここ、こういうとこってさ、なんか器ない？なんか、あっこみたいやん、あのマチュピチュみたいな。マチュピチュじゃない？モヘンジョだろ？違うな。ほい。やーん。ほ、あ！ね、ピーか。今はいいわ。覚えとこ？この辺にピーがある。え？あとは、その洞窟、洞窟！どうせやったら、わあ！もうこれめっちゃ出てくるんやけど、このなんか怪獣。この洞窟、あ、右に抜け穴があった。あ、こいつ怖くない。こいつ怖くない。ちょい、でも怖い。いやー、あと1ポイントしかない。何も出てこんといてな。はい、死にましたー。洞窟に見事来ましたが、とりあえず、奇数は2あるね。2あるんやけど、まあ、もう死にそう。まあ、とりあえず、前期あるから、まあ、いけるかな、とか思いつつ、よし。わー、お前やー。でもまあ、そこで、あ、一生挟まっとけって言おうと思ったら、私が、負けてしまった。そう。一回ぐらい恐竜にも勝っとかなあかんよな。ちょ、恐竜さん。なんか2頭のばっかり。待って。オッケー、あ！やったー。シールドかかってるやろ？ほい、もらいまして。オッケー。多分、次で、あー、この赤い方ね。お、赤い方の方がさ、あれ？避けるのがうまいですね。なんかさっき攻撃食らったからラッキーと思ったら、おお !200! 倒す価値あり。で、え？なんもないやん。ちょっと待って、嘘。はい。え、嘘。え、なんもなくない？ちょっと待って。せっかく来たのに、ちょ、隅々までちゃんと探そう。こうやって、なぞるように、探す。さっきの、なんか経験値出てきたとこと、なんか同じ感じでない？あれ？海の浅瀬を歩いてみるとか、ちょっと待ってよ。はい、バイバイ。うん。ほい。笛吹いたら出てくるとか、ないね。浅瀬は歩けない。っていうか、浅くないんか。いいですね。いいですね。あれ、じゃあここじゃない？また戻らなあかん。あ、でもおらへん。それはありがたい。ウェイトにならへんだけありがたい。あれ、まあとりあえずさ、この辺あんまうろうろしてんし、いろいろ探索してみっか。ほい、あ、はい。いつでも来れるように、ここの青いやつはちょっとできるだけたくさん倒しておいて、ちょっと待って。はい。おー、かっこいい。リンクくん、さすがやで、今日もかっこいいね。リンクくん、ここのこいつはこう避けといて、バイバーイ。わー、ミドロ、あ、絶対こっちの洞窟やん。騙されたわ。ミドロが沼やん。ほい。ほい。いいですね。あ、清水いらん。ああ当たるよね。ちょ、この目ん玉嫌ないけど、割と嫌い。ダメージめっちゃ食らうから嫌い。ほい、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 入る。よし。で、シールドは、あと、まあ、なんか敵見えてからでいいや。あと、あ、おるし。当たってもた。やっぱ貼っとく。ちょ。せっかく倒せるんやったらもうええわ。ほい。いいですね。開けろ、目を開けろ。オッケー。目開けた時は攻撃が食らう。で、何がおるん？何もおらへん。そんなわけないやん。あ、おらおる。あれ、もしかして、ここは経験値の袋があるだけっていう可能性は？
経験値の袋は別にいらんねんな。だってさ、これあってもあれなんよね、個人的には。ほほえい、あれえい、どうせだって次4000やろ、それたまるまでにあれやと思うんで。えちょ待って、あれ私どっから来た？ここはこう、あー待って待って、久々の割と迷子ですね。あ、聖水これ欲しい。はい、オッケー、いいぞいいぞ、ちょっと回復だけしていいぞ。やっぱりでも東やったらあっちになるんかな。でも何もなかったし。難しいことかな。もっと、あれ？あ、ここ前、あれ？来たとこやっけ、ここ。あれ、一回入ったとこかなんや。初見かと思った。違うかった。全然違いました。この辺とか、歩けない。ちょ、敵が来る、来る、来る。敵が来る。で、ここがその町やろ？絶対、なんやろ。やっぱあの洞窟抜けた先に、なんか、ないとおかしいんやけどなぁ、と思うんやけどなぁ。絶対あっこなんかある思うんやけどなぁ。もういろんなとこでこう、笛とか吹きまくってみる？笛以外に何吹くんやろ？ラッパ？パッパルパッ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 パーン。ちょっとだけ待ってな。今録画してるやん。で、ちょっと待ってよ。このデータフォルダを、データフォルダというか、あれ？ちゃう。移動。ほい。ほいほい。もう何してるねんって思ってる方いらっしゃると思いますが、自分の撮った動画を見返そうかと思います。どれだ？これで良さそうかな？いくえお、あ、間違えました。これかな？あ、違う。違う。あ、違う。どれやどれや。そうか。今撮りながらやってるから、それ見れへんのか。見れへんのか、オッケー。よいしょ、洞窟を抜けた先の東の森にあるって言うとったっけ。やっぱ森にあるんよな。ほら、森いっぱいあるけど、笛を吹いてみたり、A ボタンで、待って、ちょっと待って、あんな感じで破壊できるん？森って破壊できるん？初めて知った。森って破壊できるん？何気に倒す、かっこいい。全部破壊しよう。こっから敵が出てくるから、どこ破壊したかわからんようになるやつ。次じゃあ、ここ。あれ？ここ！真ん中を破壊したんやけど、次じゃあ、ここ。ここ、もう、敵がすぐ出るやないかい。ここ。
地面の下をなやってくれるんが一番ありがたいんやけど、自分のおる足場の真下な、そこを調べるんかと思って A ボタン押したら、まさかの破壊を、心理破壊を始めてしまったリンクくん。ちょ、でも絶対、どこでもできるんかな、ここだけなんかな。ちょ、また出たらやってみよう。ここどこやねん。どこ調べたかすらもうわからんくなりかけてきた、そんな毎日を過ごしております。おい、あー、どうせやったらオレンジがよかった。ちょっともう一回ちゃんと探そう。この上から、ここ、あれ、ここ上二つは違う。よいしょ、ここ違う、ここほい、ここ、あ、違う、ここ、あー、うる。これは何です？秘密の町、カスト、おばあちゃん、マジだろ、お救いくだされ。力になれないわ。なんか教えてえな、この女は。みんな、カストから逃げてきたのよ。カストお化けだらけやった。最初はようわからんけど、よく見たらお化けやった。あ、おばあさん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 。おー、すごい。カストってさ、なんかディズニーにおる、なんか。おさん。俺は何も知らんよ。そういう人じゃなかったっけ。なんかゴミ拾うような人じゃ。おばあちゃんは。ちょっと画面外から外れて。はい、はい。いいものあげよ、ついておいで。お、やったー、なに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 。おばあさまのいいもの。あ、おばあさま。街の外れに秘密がある。あ、そうなん。これはあれちゃん、マジシャンじゃない。あ、違う。おお、マジックの器。あ、でも多分これで満タンなんやな。あ、最後のマジックの器じゃない。じゃあライフの器もあと1個。街の外れに秘密がある。りょ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 。そういえば第五神殿まだ突破してへんからな。地図をある程度作っとんやけどな。あ、絶対行こう。あれ、お、み、え、みいひのいにいうがつわががとつあ目の視観はのわると書いてあるぞ。縦読みじゃね。見つめと岩のか東のかて伊岸にはああとるとのる器ぞ。器って書いてある。あ、違うと書いてあるぞ。読んだらあかんない、縦読みしたらあかんのや。わかりにくいわ。三つ目岩の東の海岸には、海岸にハートの器があるぞ。オッケー。三つ目岩。三つ目岩が何かわからへんけど、三つ目岩の東の海岸ね。オッケー。とりあえず、浅瀬。あ、これマジック回復おばあちゃん。でも岩。街を救って、あ、でも、いや、ライフで回復をするだけして、おばあちゃんに、どうだ、やったしの得意なことなんだよ。で、満タンになるので、オッケー。この女の人は、ちょっとの人やったらいいわ。もうおばあさんでこと足りてるから、俺は何も知らんよ。これ街は普通に歩いとるだけの人はあんまり、話しかけても意味がないらしいですね。ここは、マジシャンの、あれ？出たの、煙突的なとこなんかあるやろ。ここ。おや？暖炉に入れそうだ。入れよ。入ったわ。上押したら入れたわ。マジシャンこんなとこすんの、おじいちゃん。不思議な邪魔を覚えていきますい。
ペル。スペルって何？スペル間違ってるよって言われるとドキッてするやつみたいな。何？スペルって何？ちょっと聞いてみよう。スペルって何？ヘイシリー。スペルって何？よし、じゃあスペルについて調べます。スペルとは古英語のスペリアンという単語が語源になっており、これは話すこと、会話すること。現代の英語でスペルといった場合は魔法使いや呪い師の語り、呪文、怪しげな決まり文句、仕事、文字の綴り、文字の並びなどを意味する。日本でスペルといえば呪文や綴りの訳で有名である。英語のスペルなどの使い方で定着している。ちなみに魔法のスペルといえばテクマクマヤコン、テクマクマヤコンやマハリクマハリタのような一般の人が理解できない不思議な言葉のこと。ちなみにこの呪文は日本初の魔女っ子のサリーちゃんや日本初の不思議アイテムで変身するアッコちゃんのスペル。だいたいあなたの知ってる魔女っ子アニメのスペルを唱えてみてといえば相手の年齢がわかる仕組みになっている。何ピーリカピーリララポポリナペーペルトっていうかとか、そういう感じみたいな。そんなことはいいんだよ。ティロフィナーレとかそういう感じで、結局不思議な呪文なの効果を知りたいんだがね。何なんやったんやろ。わからへん、わからへん、不思議やったで、なんやねん。まあ、とりあえずこの町全部とりあえず調べてお水を汲んでいきましょう。まだあるよな、なんかこう調べれること。お、広い。あ、フェアリー、さすがにわかるで、これは。あれ、あ、びっくりした。え、あー、出てもた。え、だってここ町の外れやろ。お、そら不思議や。え、これだけのための魔法もしかして。嘘やろ、なにこれ。猫も杓子も鍵、何、王宮の鍵みたいな、そんなやつ。え、あれだけのための魔法なんかな。あ、でも覚えておくと多分いいんじゃない。また他のとこでも多分あえてモコモコ出さなあかんとこが出てくるみたいな、そんな感じじゃない。チュートリアル、ちょ、おばあちゃんとこ行ってマジック回復しよう。めっちゃ使うてもた。なるほどな。私は驚くと、予想外のことが出てくるとあんまりわっとは言えないタイプの人間なので、結構無言で驚いてしまった。で3つ目の岩がどこじゃい。今まだ行けてへんとこってどっかあったっけ。ちょっと待ってよ。こいつら復活しとうしな。わーい、びっくりした。せっかくやから倒しちゃう。えい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 、ちょっと待って、ちょっと待って、シールド貼りたいわ、それなら。どうせ倒すならシールドとか貼ってみてもいいんじゃない。おーおー、やけど普通に経験値が欲しかったわ。よし、満タンで、ほ、第5神殿行かなあかんなと思いつつも、第5神殿な、もうおよそ想像はついてるねん。もう地図書いたからさ、行ってへんとこここしかないやみたいな。でもどうせやったらハートの器が存在するなら、その三つ目岩のとこ行きたいよねみたいな感じ。どこ、三つ目が通るじゃないけど、まあそんな感じ。サソリ、
サソリ座の女。三つ目岩。あれか。うい、びっくりした。い。三つ目岩の東の海岸やったっけ。よいしょ。の、海岸にハートの器ねえじゃん。ほ。あ、間違えた。違う。違うんだ。あ、でもあんな感じでいいんちゃう、もしかして。笛がもうあれだけなはずがないので。あ、あったわ。どこにあったんかよくわからんけど、ここ?なるほどね。なるへそー。で?ほい。で、ここはまあ、あれやもんな。ほい。あー、間違えた。おー、壊せるんや。へえ。どこでも壊せるんや、知らんかった。え、じゃあ壊したとこで敵と出会ったらどうなる。あ、一緒かーい。あとなんか行けるとこあったっけ。こっちとりあえず戻ってみて。あー、あぶねえ。ほっ。あー、さあ、あの、廃カスト、廃墟カスト、あの、廃墟カストあるやん。何回廃墟カスト言うねん。あっこ、あ、下開いとる。ここからなんか行ける。あー、お墓で出会ってもた。うわ、見えへんタイプの幽霊。そうか、ここが、ここ、ここ、なるほどね。違う、ここらへん。わー。お前らやーん。どこであとはスペル使うんやろ。あんな一回だけのために、あるはずがないと、私は思うのだが、こいつらが、の倒し方が、倒せるんかな?非常に割と鬱陶しい。これでもなんかさ、え?いやー、え、ちょっと待って。いや、こんなん無理ゲーじゃね?いや、ほら!ちょっと!とりあえずこの辺に来ております。ほい。ダメよね。で、さっきちょっと気づいたことがあって、スペルをするとね、見える。というね、不思議な魔法です。やから、スペル24。シールド貼ってスペルで行くか、フェアリーで行くかっていう手とかいろいろあるけど、あ、やった。待ってよ。ちょ、スペル使って、まあ、そう、ただのスラリンやったっていうね、スラリンに、踊ら、されてた。ほっ。ということは、ここでもスペルを使えば?あれ?見えないじゃん!あれ?見えへん!あれ?ここはそういうわけじゃないか。ちょっと、フェアリーで駆け抜けつつ。え、なんかここでもないんかな?なんかこう、空洞とか、ちょっと待ってよ、開いとるようなところで、こういうとこでスペルを使う。なんもなーい。いやいや
使うだけ使う。なんもなーい。本当になんもないのか？ここら辺はスペル使った。もうちょいこの家とかなんもないか。あー、どんどん減ってく。もうこの辺とりあえずライフも使っておいて、もうこの辺とかなんもない。この辺、うー、考えよう。はい、ではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。